はい、どうも、ショイティビです。そして、あー、りょうへいです。天の声さん天の声、りょうへいです。お願いします。お願いします。というわけで、本日は大宮憲法に来ております。で、試合前なんですけど、早めにグラウンド着きまして、撮影をしようかと思って、大宮憲法24面に来たんですけど、まさかの、いつも刺激をいただいているアッパレさんが試合を2試合してて、ちょっと試合中すごい盛り上がってるんで、静かな方に移動してきました。で、今回は翔平に参加された方がくれまして、健康ボール。別に僕ら健康を意識してる健康体操とか、そっちの健康ボールじゃなくて、軟式ボール、長瀬健康さんのボールの昭和10年から昭和20年くらい、初代ですね、軟式ボールをいただきましたんで、復刻ボールらしくて、この当時のままになってるっぽいんですよ、この。あ、そうそうそう、これね、そうそう、これ、これで、これ結構さ、衝撃なんですよ。はいはいはい。まあ、普通の今の M 級があるじゃないですか。 M 級は確か第7代目ぐらいなんですけど、これ1代目、初代ボールなんですけど、結構衝撃的なんですよね。そのボールが、こちらーちゃーんと、はい、これどうですかね、これすごくないですか、このなんか形。どうすか、形は一緒か、形は丸いんですけど、デザインっていうか、これすごくないですか、これ山がないっていう、うん、どこを持つのかはさっぱり分かんなくて、ツーシームとかすげえ曲がりそうな感じする。ツーシームって概念がないんじゃないかって言います。山がないから縫い目か。そうですね。で、公式ボールってちっちゃいこうコルクがあって、糸をこうやって巻いてって丸くしていくじゃないですか、ボールに。これってゴムじゃないですか、ゴムを半分 RL でほら作るんですよね。まあ、RL か分かんないですよ、これはもう同じのをひたすら半分のやつを作って、で、カパってくっつけてるだけな気もするんだけど、見た感じね、同じのを大量に作って、それをカパってはめてボールにしてるような感じ。今のボールも同じですけど、まあ、昔から作り方は同じかなって。で、どう持つのかちょっと分かんないですよ。こう、縦になってるんで、そのままこう持つのか、こう持つのか、まあこれはどうやって持つのかちょっと分からない、俺には。でも、こう今縫い目が壊るじゃないですか、縫い目あるじゃん、こうやって。今のボールってこうなってるから、こうなってる縫い目って多分縦にこうなってるんですよ、こうなってるよね、縦に、うん、ってことはこの縦に合わせたこの状態で持つんじゃないかなとは思う。で、弾丸ライナーズさんの方でね、やってるのは思うんですけど、異様にこうナチュラルで曲がるらしいんですよ。なんで曲がるらしいんで、ちょっと投げてみたいですけど、ちょっと時間もないし、ちょっとあれなんで、それは後日出します。はい、今回はこれを紹介する動画です。で、後日の動画で、実際にこれを投げたりノックをしたりする動画を撮りますんで、その時また見てください。ロンティーやっちゃうと、竹虎くんみたいになくしちゃうんで、ちょっとこうなくさないように大事にしたいと思いますんで、はい、今後ともこれお願いします。というわけで、本日はこちらの初代の軟式ボールのご紹介でした。動画がいいと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございます。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。